おったね。いつもの大阪、いつもの川、そして今からいつもの球場、そしていつもの仲間が、そしていつもの連敗中の僕たち暗黒コンビでございます。オリックス今9連敗中、これ何とかせなあかんなと、いろいろ思うことがあります。まあでもね、3年間ね、あの長いこと野球を見させてもらったっていうところはね、すごい感謝してるんやけど、戻ってきたかと。あの頃のオリックスだね、これ。バックネット裏で酔っ払いながら見てた頃にか帰ってきたね。いや、帰ってた、2016年、うん、ちょっとね、まあオリックスも今こんな状態やと、じゃあ俺たちも原点回帰、このコンビでまた京セラドームで全力応援するしかないだろうと。当たり前や、見てみろ、これもう今日はもうミラクル呼ぼうと思っても北川博人選手、原点どころちゃうで。原点戻りました。もう知らんねんこの頃も。今日はねオリックス夏の陣、毎年恒例夏の陣ということで、はい、まあこれを機にね、ちょっとまた上昇気流に乗ってもろて。ちょっとね、さっきあのちょっとバタバタしてて触れる忘れてたっていうか、いやお前このスタイル何、いや、まあ、このラッパーみたいな、お前パドレスのシティコネクトユニでシルバーのネックレスでね、メジャーリーガー意識というか、この感じのフェイスにこれは正解なの。いや、まあもともとこういう感じじゃなかったけどさ、やっぱ髪の毛がもう坊主やからさ、この坊主で爽やか系は無理やん、正直。いや、これは正解だ、これ。坊主では正解。坊主になった以上、このスタイルで行くしかないよ。これは、今ワイルド系で行く、やっぱ。すごいな。どこ向かってんねや、こいつは。シェゲラ。ちょ、陰の一つでも振って踏んでくれ。オリックスの9連敗、これについてちょっと、陰も踏んで、ラップしてくれや。オリックス9連敗でも俺らの魂は不敗、不敗神話行くぜ、京セラドーム、俺たちの Go Right Get the Right。 いや、 やりきった顔しんどいで30点。おはようございます。ありがとうございます。イケメンは何着ても似合うな。いや、これモテでしゃあないやろもう。じゃ、夏の陣の意味はもうちょいね。いや、これかっこいいよ。例えば昔やったら宇宙にとかさ、うん、チェックにとかあるやん。攻め切ってほしいねと。お前でも好きなんこれ。え、よくねこれ。いや、俺のスタイルと合ってるから。いや、まあスタイルはユニはいいけど、ラッパースタイルと、ユニはいいな。ユニはいい、うん、じゃあこのスタイルと。まあまあ、なんかパーツが残念やろ。これが B モレルニュースタイルよ。これ多分ね、帽子脱いで坊主にしたらより一層いかついよ。いや、これいかつラッパーやん、マジで。オリックスを長い低迷から救いに来たジョーンズやん。ちょっと今緊急事態発生で、夏の陣のユニフォームを引き換えた時に紙チケット発見したんですけど、その紙チケットなくしまして、球場に入れなくて、今紙チケットというものをね、久しぶりに発見したんですけど、すぐ落とすっていう。いや、そうなんです、紙チケット俺なくしたら2回目で、マジで天敵紙チケットする人、まず紙チケットまず探すなあかん、ほんま。あのチケット引き換え所の近くで落としてました。いや、マジで紙チケット管理能力ほんまに終わっとる。 ADHD では済まないっすよ。いや、もう試合始まってますからね、早く行かないと。デニーズもまたしてるんでね。え、嘘やろ。え、はこれどうなってるの、これ今。これ今ですね、あの宮城選手があのタイムリー2本浴びて、はい、俺が見てない間に 3-0 っすね。俺何してんの、お前は。お前でゲリコミキンレッグーブーイズルールとほどにし強くその胸に行ったもどこしえに誉れ高くてた時代をいない。本当にあの件あってデニーズともいろいろ相談して、デニーズにも怒られたよ俺。そうだね、うん、俺あの件に関しては思ったね。さすがにそれはやばいと、やばいっていうことを分かれと、うん、前みたいにほんまに叱ってくれるやつが俺はいてよかったなと思った。そうやね、そこは一番でかかったかな今回。なんかちゃんとええ感じの BGM 入れといてろ、うん、ありがとう。写真撮影は今日はお持ちのご自慢のグッズを含めてカメラにアピールしましょう。アダム、ジョンズ、オリックスを長い連敗から救いに来とる。おるし、いろいろこの3年間走馬灯のようなことに思い出しました。思い出に浸る時期なんも。なんかすごかったなって。
今あの2015年のうなだれる少年みたいな格好してこれやろ、うん、お前さ絶望感ある感じがやってるけどさ、俺まだオリックスの失点シーン見てないんよ。俺まだ実質負けてないんよ今日。だからそんなどうこうじゃなく、このチーム状態今9連敗これ負けたら10連敗でさ、息を一つ投げ続け、山をあり近は近そこだ、打て手を出せ、バット打ったらボールは点取れるのはまずいよなあ。だしね、最後最後デニーズが帰ってきました、ショップから、はい、ちょっとね、あのビーズショップ走って行ってきて、運試しにオリックスの BBM のカード4パック買いましたね、はい、でごめんなさい、ちょっともうさっきちょっと我慢できず開封してて、直筆サインが入ってます。マジ当たりやんな、それ当たりです。誰やと思いますか。え、誰やろ。セデーニョとかブブブブブラニスさん、ブラニスさん、ブラニスですの直筆サインが当たりました。頑張ってくれ。アンダースローの直筆サインだからレアかもしれない。ほんまにジャンプしてへん。せやん、強制あかんからな。申し訳ない、かわいそう。申し訳ない、これは応援の楽しみや。まだあるよ。さあ最終回、ワンチャンワンチャン、さよならで決めよう。さよならで決断、お前が決めろ。10連敗。
お疲れ様でした。あ、そうそう、あのさっきも言ったけどさ、俺失点の瞬間見てないから3点だから、オリックスが見てんとか、俺の中では今日2-0の勝ちなはずなんですけど、いや普通にあの10連敗です。 10連敗ですね。現実見せる俺に。あの今ここまでさ、撮影しにここ通ってきたやんか。あれちょっと前までスイスこの間までここで日本シリーズ見た後、うわー阪神負けたとか、日本シリーズ負けたわとか、日本シリーズ負けたって言っ、そんなん言っとったな、うわーと思って。いやこうもなんていうの、この数ヶ月やん、こうも変わる、ね、変わるんやね野球。阪神は勝たやね、また首位争いをしてるというのに、オリックスは CS 争いすると思ってしまって、現地に長い連敗から救いに来ても救えなかったと。宮城でも救えなかったと。いやヒットは2桁安打以上打ってさ、あのね、調子自体は昨日から上がってるとは思う、打線の、うん、悪い戦いではない気もするんだけど。いやまあでもあの長打打てる選手がやっぱ少ないね、単発やん。ロッテとの相性もあるしね、本当に今年ロッテに勝てない。いや俺7月入ったあの頭の時とかはちょっと調子良かったね、チーム上。あ、ホークスに2連勝した時ね。そうそうそう、俺あこれマジで、あここまでズルズルいかんと、やっぱほんまにオリックスって勝てるチームっていうか、うん、常にこう上昇球団じゃないけど3位とか争えるようなチームになったんかなって思ってました。ごめん、俺がこれにしてからやわ。いや中途半端なんじゃない、反り方も。あそう、ゼロにいかんとカミソリでスキンヘッド、スキンヘッドじゃないのやっぱり。関係ないっしょ。関係ないよ、関係ないっしょ、何も関係ないよ、関係ないよ。怪我人多いとかっていうのもあるけど、シンプルにこんなに弱かった。なんか負け方がそのやっぱ今日にしても、まあ、あくまでその試合展開の話だけど、ちょっとね先制されて追いつかない程度の反撃をして、最後ねチャンスつかめず逃げ切られるっていう、なんかよく暗黒時代見た負け方で。これ勝つ時はね大勝で勝つよ。あのたまにさ、もうえげつないサヨナラ勝ちとかしたりとかな、そうとか、ちょっとそれで俺らの心を掴んできてまたね地獄に落として、そういう繰り返しでね。暗黒時代はドラッグです、まあね、わざわざこの関西に帰ってきてビーモレル連敗ストップのために、今日も連敗ストップできませんでした。夏の陣明日もあります、京セラドームで。行く予定じゃなかったです、急遽明日も行きます。俺は救うよ、俺はオリックスを長い連敗から救いたい。任してくれ、明日はできんぞ。いかん、明日は俺はちょっとあの、はい、じゃあ仕事、ね、暗黒コンビは解消ということで、僕一人で行ってこようと思います。頑張って応援していきましょう、はい、そう、俺ら応援することはできへん。もう最後これで締めようよ、もうここの日本シリーズで誓ったあの言葉をまた叫んで終わろうや、あの頃の前で思い出して。人気には負けても実力には負けないです。ちなみに、うん、オリックスパリーグ今のところ観客動員数2位です。人気で分かって実力で負けてるやん。